あなたのことを考えている。シドカゲノウ君、あなたはどうして私にチョコを、もしかしてお父様の言うように私のことを、勇気を出してシド君にもう一度会ってちゃんと確かめないと。次回暴虐と流血の剣術大会。でも本当に確かめたいのはあなたの気持ちじゃなくて私の気持ち。